はいはい、アメリカの、暴動なんですけれども、一番喜んでるのは誰だと思います。アメリカの暴動一番喜んでにやけてるの誰だか知ってます？はい、読んでいきましょう。これね、中国が積極報道もうアメリカの暴動をね、相当詳しく報道してるらしいですよ。香港で起きてることよりこっちの方がやべえだろうというねいや本当もうね、ひどいですね。読んでいきましょう。アメリカで続く抗議デモと暴動について中国官製メディアが大々的に報じている。香港で昨年から続く政府への抗議活動となぞらえる報道が目立ち、香港への国家安全法導入を正当化するのに利用していると見られる。中国国営テレビは連日、アメリカのデモと暴動が深刻化している様子などを繰り返し放映している。1日の論評では、暴力的な衝突など、香港の街頭で起きたものと似通った場面をアメリカで再現していると皮肉った。香港の抗議活動を擁護してきたアメリカの政治家が、今回のデモを暴徒と断じているなどとして、アメリカ式のダブルスタンダードだと批判を加えた。中国からダブルスタンダードって言われたくないよね。まあでもね、あの香港の、活動家たちを暴徒だとか言ってね、言ってましたけども、でアメリカではそういうね、だから中国側は暴徒だと言っている。でいや、暴徒じゃないですよと、ただ自由化を求めている善良なる市民ですよというふうにね、我々言ってるわけですけども、でアメリカでは政治家がそういうね、暴れてる人を暴徒だというわけですから、はい、まあただちょっとアメリカの今の現状を見てると相当暴徒な感じもありますけどね、はい、まあ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 、はい、で共産党機関紙人民日報は、アメリカの政治家は人権問題を利用して中国の内政に干渉するのをやめるようにと牽制したということで、香港でね、その市民にね、弾圧を加えるなとか言ってるけど、じゃあアメリカは何なんだって、州兵とか出てボコってんじゃねえかみたいなね。で香港のね、治安維持法がどうのこうのとか言ってるけど、自分とこの治安も守れねえのに何をぬぶけのこと言ってんだみたいな感じになっちゃうわけですよ。いやー、これアメリカのね、このタイミングのね、暴動は結構痛手ですよね。中国が一方的に、有利になったということですからね、はい、だからアメリカで被害が拡大して怪我人が出たり死人が出たりとかすればするほどですね、香港でのことが薄まっていく。で中国は、アメリカが何言ってんのという態度を取れる隙間を作ってしまうということですね。だからこそ中国のね、官製メディアが異常なほど詳細を伝えてるらしいですからね、まあちょっとどうなんでしょうか。だから 何かにつけ中国高笑い的な感じになってるんですよ今ね。だって中国初じゃないですか、このウイルスなんて。その中国が高笑いっておかしいでしょ。これがきっかけで中国が没落するのは分かりますよ。なんでこれがきっかけで中国がさらに躍進するんですか。冗談じゃないよ、全く。だからね、ここで中国を野放しにしてのうのうとのさばらしたら終わりですよ。だからアメリカとイギリスと日本とね、まあカナダとかオーストラリアも入り、そしてできればヨーロッパも加わってですね、中国包囲網をしっかり作って経済的に引き上げて、今なんです、今でしょって話ですから。ねえ、だからこんな大切な時にアメリカがこういうのでね、ちょっとね、グズグズしてるとね、ちょっと本当にね、困るんですよ。早くアメリカこのね、暴動を収束させてですね、正常な状態に立ち返ってもらいたいと思います。